ビヨンズの里吉宇多野です。はい、今日はですね、何をするのかというと、なんとベースを習いに来ました。ベースです。本当に私以上に多分皆さんもね、何が何だかね、ドキドキしてるんじゃないかと思うんですけど、私も一生懸命頑張りたいと思います。ということで、本日の先生はこちらの方です。どうも、クチロロというものをやってます村田茂と申します。わー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。唐突にあれですけど、はいはい、なんでベースなの？まあ、うちにキヨの桃姫ちゃんっていう子がすごく音楽が好きだったり、なんかいろんなジャンルを好きなメンバーがいたりするんですけど、うん、私はとにかくハロープロジェクトの曲のベースが好きなんです。はあ、なるほど。ほう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 。なんか他にめっちゃロックを聴きますとかっていうよりは、もうただただハロープロジェクトの曲を聴くときにすごくこう意識して聴いてしまうのがもうベースだった。ベースだった。なるほど。それで気になりに気になって、はい、自身でいわゆるエレクトリックベースみたいなのを手に入れたってことですか？そうです。はあ、なんか始めたかったんですけど、はいはいはい、もうなんかどうやって始めたらいいのかもわからないのと、あと結構時間がかかっちゃう方なんです、うん、何かを始めるのに対して。あ、里吉さんが。あ、そうです、そうです。私がなんかこう何か始めたいって思っても結構後回しにしちゃう方だったんですけど、だからもう弾くに弾けない状況を作ればいいんだなと思って。さすが、ベースとかけて弾くに弾けない、あーじゃないですけどね、本当に弾くに弾けない状況を、あ、そのためにベース本体をもう買ってしまえば、そうです、自分はやるだろう、やるしかないかなと思ったんですけど。なるほど、はい、あ、じゃあもうその弾くに弾けない状況が今の、そうです、この見たことのないスタジオに俺も呼ばれたってことですね。あ、じゃあそれはもう やってやりましょうよ。今日一日で行けるとこまでちょっとがっつりかもしましょう。はい、頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それじゃあ、はい、里吉先生のベース、はい、見せてもらおうじゃないの。こちらのいいですね。あ、ごめんなさいね。 ありがとうございます。緑のいいですね、綺麗な。岸君も私が教養に持ってきたのも、まああれは違いますけど、見た目は似たような形ですね、ジャズベースっていうのも。ちょっと僕の方が濃い色になってますけど、まあ、小汚いですね、なんか僕の置いてきますね。まず、ベース、せっかくこんな場所に来てるんで、ね、せっかくだったらアンプから鳴らしてみたいですよね。ちなみにその経験はないです。半端ねー。それはじゃあもう試しちゃいましょう。あ、じゃあお家にいたのでずっと。そうですよね、じゃあ本当に初めて音出すの、多分そういうアンプっていうものから。そうです。ああ、それは楽しいですね。じゃあもうあらかじめつないではいるので、はい、それで今ボリューム、これ何の機能か分かります？ボリュームですか？多分これが、しかし見たんだけど、ね、そう、こっちのボリューム、これがこっちのボリューム、ーこれがなんていうのかな、丸っこい音になるか、うん、ちょっとプツッとした音になるかみたいな感じなんで、一回全部、うわ、そう、右に回し切って、はい、はい、で、それでちょっと弾いてもらっていいですか？はい、うん、出てんじゃん。じゃあ一本ずつせっかくなんで鳴らしてもらっていいですか？はい、おはい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 、今もとんでもないことに気づきました。何ですか？私村田茂は、はい、チューニングが揃ってない。この細い弦から1弦、はい、2弦、3弦、4弦って呼ばせてください。はい、すいません。なんで1弦を1回ポーンと弾いてみてください。はい、はい、これで G というのが出てたら、これは一般的に正解でございます。あ、はい、じゃあ次に2弦を弾いてみてください。これが D っていう音なんですけど、ちょっと高いですよね。はい、なんでここにペグっていうのがあって、まあ、これを回すとチューニングが上がったり下がったりするんですけど、はい、今のは D 音が高すぎたのかな。なので、はい、これを弾きながら、ちょっと待ってくださいね。弾きながらこっち側のペグを
緩めるっていう声をしてほしいんですよね。一回そのこっちかこうやって弾いてる時にきっとこっち側のチューニングがメーターが反応すると思うんです、はい、その時に上げたり下げたり緩めるとこうやって下がっていく、まあ逆にきつくしていくと音は上がっていくので、それで2弦のところで D っていうのの中心になるように、はい、まあ、これができたらもうベースはもうほぼできたと言って過言ではないですね。深くうなずいてくれてますよ。なんか すごいこと言うな。確かにすごいバタバタしてますね。こんなこと。一体合ってんのかな。音聞くと合ってる気するんですけどね。ちなみに佐藤さんが、はい。具体的に好きなベースの曲は何なんですか、はいはい、と関連バンジージャンプと、はいはいはい、あと歌方サタデーナイトと、はい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 、あと山ほどあるな。人生はステップとかも好きでした。それも気づかずになんかこの曲好きだなと思ってずっと聴いてたら、はい、私ベースの音めっちゃ好きやないかいっていうことに気づいたってことですか、はい、フォロー。そうみたいです。はい、無事会うことができました。あ、よかった。これふわっとしちゃった。ありがとうございます。いや大丈夫です、すみません。ありがとうございます。それで、はい、でも最終的にはやっぱり自分がベースを背負った状態でライブでとんでもないベースソロをするっていう最終目標じゃないですか。あ、そうみたいです、そうみたいです、はい、それでアリーナツアー回りますよみたいな話じゃないですか。考えると残るんです、映像に。そう、インターネットって怖いですよね。残していくんですよ。大丈夫ですね。願望は大事です、ね、気持ち、そうそうそう、気持ちです。で考えるとですね、きっとその時にサトシさんのベースを背負わなきゃいけないんです、はい、背負って背負うことによって手がこうお客さんにセイハローしながらベースを持つことができる、はい、というわけでそのストラップというものがついてるの で、ね、それを一回通してみていいですか。はい、そうですね。それで一度立ってみてもいいですか。はい、立ちますよ。ああ、いいじゃない、お似合いじゃない。これで高さ的に、はい、まあそんなにまだ低く引かないっていう問題じゃないと思うんですけど、もうちょっと高い方がいいなとか低い方がいいなっていうのはあったりしますか。知らねえよっていうノリが本当に。ありがとうございます。まあ練習の時は座ったり、はい、まあでもやっぱ本番を想定して、はい、そのアリーナツアーの、まあ、1週間前ぐらいから立って練習するようにしてもらえたら、それ現実的に慣れた感じになれるかなって思います。はい、まあ、先ほど言った元年バンジージャンプと、はい、と高輪ゲートウェイ駅ができる頃には、こちらの2曲ですよね。これはまたでも結構そうですね、確かにベースラインというべきか、しびいなって思いました。本当ですか。いや、まあ私村田茂は元年バンジージャンプは今年の少し前にあのヤノフェスっていうイベントの時に僕は後ろで演奏させてもらって、はいはい、お世話になりました。そうなんです、ビヨンズさんのやらせていただいて、まあ本当に感に極まりに極まるっていうこと、はい、まあ、あれ終わった後も、まあ、某ですよ、某同時の後編さんから元年バンジージャンプ泣けっていうメールが、はい、今メールが来ました。本当にかっこよかったんです。よかったと思うんですけど、本当にやっぱせっかくなら難しかろうが、はい、簡単だろうが、はい、自分が好きな曲を、はい、自分なりにやった方が絶対楽しいんです。そんなんじゃないとモチベーション絶対続かないと思うんで、はい、でどっちをやるかなっていう感じなんです。でちょっとそれそれで本当ビビるんですけど、はい、先生も私もう練習してきましたんで一回どっちも僕はやってみます。それで私はこっちがやりたいとっていうのを、はい、ちょっとやってみますね、はい、じゃあ私村田茂が僭越ながら、はい、元年バンジージャンプと高輪ゲートウェイ駅ができる頃にはちょっと1サビ終わりまで弾いてみますんで、はい、
それで、さとし先生が私の道はこっちだなと、いうのをちょっと選んでいただけたらなと、なんか、あ、こっち側のベースこういう感じなのかっていう、2種類ともソウルナンバーっぽさはあるけどちょっとノリが違う、まあ、うん、単に言うと16部か8部かっていうところがあるんですけど、まあ、それをちょっとなんとなくフィールしてもらえたら、はい、フィール、はい、うん、じゃあ行きます。伝えちゃった。こちらがガンネンバンジージャンプの、はい、ちょっと自分なりなところかなりあるんですけど、こちらがガンネンバンジージャンプ、そして高輪ゲートウェイ、じゃあ行ってみよう。お願いします。はい、どっちも大好きなんです、うん、曲が。どっちも。いきなりガンネンバンジーは多分細かいのが多いんですよ、みたいな、すごいここからここに飛ぶみたいなのが結構多くて、それに比べたら、高輪ゲートウェイの方がもうちょっとシンプルなプレイではあるんですけど、ガンネンの方もやっぱもう佐藤先生が、私は本当マジバンジーだよみたいな気持ちになるんだったら、それ用に私頑張りますんで、もっとシンプルな形でこの楽曲と一緒にこうやれるみたいなのも多分できるんで、うん、うん、そうですね。
ちょっとでも元年はちょっと憧れすぎるので、うん、長い目で見る目標にしようかな。ちょっと、もう私ちょっとさっきシンプルっていう風に言ってくださった、はい、高輪ゲートウェイ駅ができる頃には、はい、をちょっと今日は頑張っていつか、そうね、憧れの元年を目標にしたいなと思います。了解しました、はい、じゃあ高輪ゲートウェイの方にやってみましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。1、2、3、4